全部入れるのが好きなんですよ。このここに、わかる？ここ、あ、肩見えてる、ありがとう。こんばんは。肩見えんな。肩見えるからやめるね。全員入れしたいけどやめとく。寝起きじゃないよみんな。みんな寝起きじゃないよ。寝起きに見える理由で一個教えてあげますね。こっちのね、目の調子が良くないんですよ。寝すぎちゃって目がねちょっと腫れちゃった、なので多分眠そうに見えると思います。ちょっと明日まで直す、頑張って。なんか腫れちゃったんですよね、こっち。寝すぎ、ただの。お風呂ばかりでもない。今日はね、出かける用事なかったので、ずっと家にいて。なので、まあね、家にいるときは肌を休める日なので、メイクはしません。よくある、よくある。目腫れる。気にしない。明日までには治す。治ってなかったらごめんなさい。ほら、なんか目腫れてるでしょ。二重幅がね、おかしくなるんですよね。明日の公演、みおたんは定点で見るって言ってたよ。そう、みおたんとね、たまたま会ったんですよ、事務所で。そしたら、定点で見るねって言ってて、みおたん見るの初めてだから。で、何気にみおたんに見られるのが、めっちゃ緊張するねって、一番緊張するんじゃないかなとか話してた。同期に見られるって結構緊張する。明日公演なんで皆さん見てください。5時からです。今日はそんな長くやらないけど、ショールームちょっとね、明日なんで、まだ考えなきゃいけないことちょっとあるから、明日のこととか考えなきゃいけないので、それ考えて早く寝て体力つけて早く寝たいと思います。私寝ればめっちゃ体力つくから寝ますね、とりあえず。見てね、ありがとうございます。5時からだよ。それもありがとうございます。あ、 YouTube での配信もあるんでね、最初のちょっとだけ。一環曲ラストなのかな、わからないけど。なら明日は朝配信、あー朝配信かな、多分。泣いてる、泣いてないよ。あ、ありがとうございました。あと今日あれ、縄跳びのやつ公開されたのかな。まだ私、じゃあ私見ないけどさ、自分のやつは見ないからさ、分かってないけど、公開されたみたいな感じなのかな。あ、公開されてる、多分誰でも見れるよね。
ぜひ皆さん見ていいねをしてください。なんかいいねみたいなのがあるんだよね確か。内容はね、まあ、シークレットで見てからのお楽しみ。なんか縄跳びで話してますコンビニで売っていたあんの芋を食べた。私もあんの芋食べました今日。おそろっち。なんか普通に昨日スーパーで買ってもらったあんの芋をお昼に食べました。今日ねいっぱい食べた。毎日だけど今日ずっと食べたかったたい焼きも食べたんですよ。そう本当にずっとたい焼き食べたくて、たい焼き大好きで、あのね一個ね食べたいたい焼きがあるの。全然話変わっちゃうけどさ、あ変わんないか、どこだったっけな、東京のねどっかにある、あどこだっけ、六本木だっけ、どこだっけな、六本木じゃないか、うんどこだっけ、なんかどっかにあるね、なんかたい焼きじゃないなんだっけ、タイじゃなくてもいいじゃんみたいなたい焼き屋さん、あれ AKB48 さんの、 あの柏木由紀さんの YouTube を拝見させていただいた時にそのなんかたい焼きが出てきて、えめっちゃ美味しそうと思って調べたんですよ。そしたら東京にしかなくてたい焼きなんですよ。たい焼きなんだけどね、魚違う魚の形しててっていうのがねあるんですよ東京に。もうめっちゃ食べたくて、東京行く機会も多分、まあ、ほぼないんですけどね、次いつ行けるのか全然わかんないけど、そのねたい焼きがね食べてみたいの。名古屋に上陸してくれないかなってすごい思ってるっていう話近くの人は行ってみて感想聞かせてほしい。めっちゃ美味しそうになった。なんか名古屋のおすすめたい焼き屋さんとかあったら教えてください名古屋のならね頑張っていけるけど、さすがに名古屋以外だとちょっと難しい。そうイワシ、アジ、アサリの形したたい焼き、そうそうそれそれそれがね食べたいって思いながら普通の売ってるたい焼きを今日は食べました。美味しかった。たい焼きはカスタード派です。あんこも好きだけど、なんでたい焼きってたいな、めでたいからかな。あ白いやつも好き、コンビニにとかに売ってるやつだよね。あ大須のたい焼き屋さんも食べたことある。なんか芋味があったんだよね大須に。だいぶ前の話だけど、1年前ぐらいかも。スウェット、そう今日はスウェットです。な何色っていう、茶色、相模冷やしたい焼き食べたことない、食べたい。これね裏肝じゃない裏肝のやつは起きた時に言ってたけど一回着替えたから
これは裏肝じゃないけど、裏肝のスウェットが大好きです。韓国のたい焼きは米が米あ、握手会で置いてあったんだ。うーん、名古屋名物が揃ってた。最近食べ物の話してなかったかも。やまもちアイス好き、好きだよ。今日もねアイス食べました。やまもちじゃないけど、私の大好きなアイスがあって、じゃあ皆さんに教えてあげる。私の大好きなアイス、チョコレート好きな方はおすすめ、甘いの好きな方、あのね、あのファミリーマートでしか売ってない気がするんですけど、他にも売ってるかもだけど、あの私の大好きな大好きなおはようさんのですね、あのチョコレートのモナカの、なんかチョコモナカジャンボみたいな形したチョコレートのやつさ、あの前多分紹介した気もするんだけど、じゃ あれがないんですよ。え、なくなったんですよね。一回なくなって、あれなんかちょくちょくなくなるんですよ。そうそうそう、なんだろう、なんかね半年に1回ぐらいしか出てくれなくて、それがね今の時期にまた再販したんですよ、新しくなって。そう、なんかねリニューアルしてね、どんどん出てくるやつなんだけど、それがそうそうそう、前のとは違う風になって出てくるの、また。そう、半年に1回ぐらい。あ、そうそう、濃厚なんちゃらってやつ、多分前紹介した気もする、確か。それが新しくなって、そう、今は売ってるの。だからもう全部チョコのやつ、外もチョコだし中もチョコだし、生チョコが入っててみたいなやつがあって、それは本当に美味しかった。今日食べたけど、でも半分こしたお母さんと、カロリー高いなと思って。え、待って、リッパーとこんだけしかない。今から行こうと。ファミリーマートってあると思う、最近発売されたからまだ売ってると思います。お高いの、普通の値段だと思う。気をつけて探しに行ってきてください。アイスは1日に2個食いしたこと当たり前あるよ、全然ある。形はモナカです。まあ、モナカなんだけど、パ1905日ありがとうございます。あと5日です。ピラピラピラパチパチ、ありがとうございます。明日何のメイクにしようかなって考えるのが楽しい。明日の楽しみ、メイクしてる時も楽しいんですよね。明日はキラキラにしたいなと思って、キラキラさせようかなって思ってる。パチパチありがとうございます。
自分でしますよ、メイクは。目の下にキラキラを入れようかなとか考えてます。何色にしようかなとか。前の公演はねブラウンだったかな、今回ピンクにしようかなとかね、いろいろ考えてます。明日もカメラ意識しますか。意識するよ、毎回してる。まあ明日の目標は、とりあえず今までのことをもう一回ちゃんとやる。かな。12周年終わったってことでね、ちょっと違う。なんか少しでもね前よりも上手になった姿を見せれるように頑張ります。姿勢も気にするけどもうね治るかな。皆さんたくさんツイート待ってます。7割みーちゃん見ます。リアルリアルやな。みんな見てくださいね、全員のこと見てください。眠そう？眠くないよ、お腹空いた。夜ご飯まだ食べてない。最近顔つき変わってきた。嘘、変わってないよ、何も変わってない。顔が丸くなったかな顔が丸くなっちゃったかな。そういえば今日ねマッサージに行きたかったんですけど予約ができなかった。ピン、ピンピン。優しい、何も変わってないよ本当に。可愛い、ありがとうございます。え、丸くなったと思う、気にしないで。満月、顔が満月。アイドルオーラが出てきて、出てない、出てない、出てないよ。丸顔好きなのでオッケー。優しい、優しいですね。どんぐりありがとうございます。公園のみーちゃんちら、そう、映り良くないなって思ってる。あーちょっと漢字が読めないな、なんて書いてあるんだろうな。なんか落ち込んだらショールームで行ったらなんか皆さんが励ましてくれそうですねっていうぐらい、もいい答えしか今返ってきてないから。どういう、どういうこと？静観になってきた、どういうことだ？ちょっとあの意味が意味を知りたい。ごめんなさい、国語全然できないんです。
お励ますマシン。あ、そういう意味？あ、そうなんだ。おお。皆さんすごいね。顔がキリってしてるかな。自分で毎日見てるからわかんない。顔カメラ撮られるとそうなる。わからない。なんか今もうすっぴんだからさ、本当にガチガチのガチガチのガチだからさ。朝の顔はキリッとしない。それね、本当に私ね、朝ね人一倍キリッとしてないと思う。こんばんは。本当はねメイクしたいんだけど、めんどくさいが勝っちゃうよね。最初は多分ねめっちゃメイクしてたと思う。あのオーディションの時は毎日メイクしてたよね、ちゃんと。いつしかしなくなっちゃう。別に意識が低くなったってわけじゃないですよ。あ、口紅は塗ってます。あ、リップは塗ってます、もちろん。なんていうの、ファンの方ならいっかっていうね。でもさ、いつもの方にしか見られてないって思ってるけどさ、新規の方とか絶対いるよね。絶対さ、チラって覗いてくれる方もいるじゃないですか。だから本当はメイクした方がいいんだろうなって思う。あれし、皆さんとの距離が近くなったみたいな感じですよって私が勝手に感じてる。うん、からなんかすっぴんでもいいかなって思ってる。っていうお話。今日はちょっと目腫れてるんですけどね、気にしないでください。DMM でお願いします。だんだんすっぴん配信してくれなくなるから、みんなさ、レッスンの時とかって大体すっぴんなんですよ。みんなやっぱりレッスンだけだから。でもあれだよね、全然もうほんとみんなね可愛い。十期他の子見てると、うん、そうだ、 T シャツ買わなきゃ。それここで思い出すっていうね。皆さん T シャツ
カバンゲットしてくれましたか？ありがとうございます。あの私のおばあちゃんも叱ってましたおばあちゃんも叱ってた。おばあちゃんはバッグを多分使うみたい。わかんないけど使うかわかんないけど叱ってた。結構私の周りの方も欲しがってくれ、うん、欲しいって買うねって言ってくださる方が多くて嬉しい。ありがとうございます。は、忘れてましたいつまでかちょっと私もちゃんと把握しよう。買い忘れたら怒られるな。それはちょっとおこですね買い忘れは皆さんない。次1年後だからね。1年後だから。あとこれ T シャツゲットしてたらね、子さんってことですよ三人って、そう、子三人ってなるね、数年後にさなんてね、なんてね。ちょっといつかさ、私一個、あ、でも無理かな。街中で着てる人見かける日とかあるかなで今ちょっとふと思った。嬉しいよね、もしいたらね。境とかさ着て歩かんか皆さん。あ、そっか、冬は寒いわ。どこで見かけれるか。カバンなら。それはあれですね、公園で。公演の時とかならありえるかもですね。ちゃんとファンの方入れてできるってなった時はワンちゃん、ワンちゃんマック覗いたらいたり。あ、セーターパーカーね。でもね、セーターパーカーだとね夏 100% 無理だからね、難しいよね。よく噛んでるシュール。
待って、うん、結構時間経っちゃったね。30分ぐらいやるつもりだったから。よいしょ。じゃあまた言いますね、間際とか1日前とかに。ではではでは、もうすぐ8時？もうすぐ8時、30分ぐらい喋ったね。じゃあ皆さん、明日の5時から青春ガールズ公演ぜひ見てください。お願いします。ではランキングを目読して今日は終わりたいと思います。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございました。今日ねちょっとだけ大富豪言ってた、たまにあのやって休憩、やって休憩みたいな感じでちょこちょこやってた。今日はねちょっともうできないかもしれないけど、うん。では皆さん明日、あでも朝配信するかな、あ朝配信するので、朝配信で、朝って言ってもそんな朝早くはやらないけど9時とかそこら辺でやるかなと思います。では皆さんまた明日もう一回お会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ、おやすみなさーい。